わけがない。こんなところで終わっていいはずがない。僕だけじゃない、みんなの命もかかってるんだ。こんなところで終わらせちゃいけない。捕まってる仲間を絶対絶対に助ける。葵さんを助けたい思いはみんな同じだ。僕たちも精一杯できる限りの力を出すんだ。行くぞ悪魔。絶対に助けてあげる。そんな拓磨の気持ちが僕はどうしたんだ、アグモ。様子が。こんなにピンチなのに力がみなぎってきたかも。え？ティラノモンになったよ。グレーモンじゃないの？ティラノモン。え？見ててね、タクマ。おいら、頑張るよ。このティラノモンがね。ティラノモン。え、グレーモンじゃないの？最初はグレーモン固定かと思ってた。マジか、あ、え？え、なんでちょっと待って、なんでティラノモン。Thank you.
助けれないのか。って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかしら。過酷な環境変化に適応するため、つまりさっきの戦いのためだけど。進化か。アグモン、どうやって進化したんだ。心の絆があること、パートナーってことね。
原理はわからないけど、ちょっと思い当たるな。さて、引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。ほんとだよ。ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。雲の巣も全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃないのかしら。怪物、毒蜘蛛のこともそうだけど、この校舎もおかしいよね。校舎どころじゃねえよ。外の地形も変わってるってありえねえじゃん。ここはどこなんだよ。ラグマ、僕もクタクタだよ。私もよ、疲れちゃったわ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね、みんな今日は休もう。え、ここで休むのか。私も気になるけど、今日は大変だったし、もう疲れて動けないわ。そうよ、ちょっとは気を使いなさいよ。それに、夜に外へ出るのは危険だ。毒蜘蛛のような奴らが他にいないとも限らんしな。そっか、他に行くあてもないし、気乗りはしないけど、今晩はここに泊まるしかないか。冗談じゃねえ。幽霊もいるんだろ。こんなところで寝られるか。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それは、とにかく今日はいろいろあったしな。心も体もクタクタだ。心っていうか脳みそっていうか、一体何がどうしてこうなったんだか。私にはまだこれが現実だなんて信じられないわ。信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に俺たちの目の前で起きてるんだし。でも正直わからないことだらけなんだ。今はまだ頭の中の整理もつかないよ。そうだ、リョウはどう思う。うるせえ。お前ら仲良しグループで勝手にやってろ。どうせ俺って。まったく。さてと、明日のことは明日考えようぜ。とにかく疲れも溜まってるしな。ええ、今晩はここで体を休めましょう。休まるわけねえだろ。私はすぐ雲のお化けに捕まったから見てないけど、幽霊なんてあの雲のお化けの糸か何かを見間違えただけじゃないかしら。そうだよね、そこら中に蜘蛛の巣だらけだったもの。お化けじゃなくて毒蜘蛛って、やっぱ蜘蛛のお化けみたいじゃん。そうだな、幽霊の正体見たりなんとやらってやつかな。正直俺もビビりすぎてだから。そのことなんだけど。なんだよ、リョウ、急にビクビクしちゃって。言いたいことあるならはっきり言ってみろよ先輩。おいおい、あんま調子に乗るなって。いくらリョウが弱気になってるからって。違う。すぐ後ろ。え？
事なことはちゃんと説明して。でもまあみんな無事で一安心だよね。大丈夫だよ。タクマは僕が守る。